WWS チャンネルをご覧の皆さん、どうも、メキッズです。メキッズです。ボーカルとギターの小林です。ベースの高田メタルです。ドラムのビークです。ボーカルの小林です。あ、もうすごい盛り上がってたと思います。特にその男性たちの熱気がすごくて、僕らもこう負けじとお互い熱くなれて、すごくいい夜だったと思います。バンドのコンセプトは、あのメイキッズで5月に、2018年の5月に活動を始動して、でキッズっていうのはキッズたちの遊び場を音楽で作ろうっていうところをコンセプトにやっています。テンポが速い曲でみんなはしゃげて、一緒に盛り上がれて熱くなれる曲を、やろうというところを基本的にはコンセプトにしています。すいません、我々まだ地方に一回もこのバンドで行った時はなくて、多分おのおのそれぞれの活動で感じてきたその地域性というかあると思うんですけども、個人的にはこう音が鳴ってしまえばみんなそのバンド対お客さんっていうところで熱いものをぶつけ合うみたいなところがロックバンドのライブだと思うので、あまりそういったところは気にせず今回もやってこようというふうに思っています。はい。僕はあの8月15日のエルレガーデンの ZOZO マリンスタジアムを堪能すること、これがもう本当に唯一の目標というか楽しみとして、ずっと前から楽しみにしてきました。海で泳ぎたいです。僕はずっとリハばかりでね、15日まで終わってしまうので、ほぼ夏が終わりみたいな感じになってしまうので、その後半15日でね、ちょっととにかく爆発したいと思います。メイキッズです。初めて見る方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、音源聞いていただいて気に入ったら、もしくは気に入らなくてもライブにぜひ足を運んでください。そうすれば、もっと尺のある話を、実際にマンツーマンでできると思いますので、僕らもお話できる日を楽しみに待っております。会場で会いましょう。よろしくお願いします。